ベースガード右、ミニベンドラメがついています。ようやく大倉にスイッチ。大倉トップからのスリー、来ました。ポゼッションです。ポイントガード藤永に代わって大倉ダンカン。冷静な大倉のアシストから最後はダンカン。高橋が行く、うーシール、もぎ取った大倉。大倉そのままレイアップへ。さあ一気に6点差、千葉ジェッツ。さあ大倉壮太、大倉入っていってのショット、ふわっと浮かせた完璧なショットです、ね。まあ、千葉にファストブレイクをいかに許さないか、はい。まあ、この辺り藤永入っていってリバースレイアップ。大倉、大倉ポンポンと2ポイント連続得点です。まあ、千葉にファストブレイクをいかに許さないか、はい。まあ、この辺り藤永入っていってリバースレイアップ。大倉、大倉ポンポンと2ポイント連続得点です。高橋、ギャビン・エドワーズ入っていった。大倉、これも大倉のカッティングで、そして大倉からもう一度、その二上へ入っていく。二上、最初の得点。オープンだ、大倉のスリー、来ました。大倉と田口、ムーニーのスクリーン。大倉、危ない、よくロープ決めました。とジクアスなんとか止まって、ムーニエ弾いた安岡、オープンだ大倉、さあどうだ、来た。第3クォーターは富樫、そしてこの、まあ、またこの後も期待です。富樫がさばいて外からどうでしょう、決めた。マキチェンバース、大倉ターンオーバーターンオーバー、これもアウトナンバー。大倉レイアップ、押し込んでギャビン、リバウンド、オークランド、そしてギャビンへ、そしてオフィシャルタイムアウト。のマークっていうのはね、はい、これはよく取ったと思ったな、はい、後でしょうね。佐藤拓磨へ、オークラキックアウト、クリスマスミス、いい合わせでしたね。いい合わせですね、すごく。5点差、残り2分です。大倉、そしてインサイド抜け出しました、エドワーズです。まあ、この2番でよく飛び込んできています、千葉の選手たちです。そして大倉、アタックで、まあ、バスケットカウント。もうこの時点で、はい、中野選手がついていけてないので、はい、その前のドライブに対するディフェンスでちょっとフィジカルの差があるので、あれだけストレートにドライブされるとヘルプ行くの大変ですよね、はい。大倉につながります。まだ回してくる、ダンカンが狙うか、スリーポイント、ショットクロック6秒です。大倉が打ちました、決めてきました。大倉から前に送ってギャビン・エドワーズ、相手いったが回って、大倉エキストラパスが決まる、最後スリーポイント。ダンカン、あとこのピックのピッカーのディフェンスが前に出る。大倉どうだ、スリーポイント決まった、はい。さあ大倉がまた入っています。原に代わって大倉のロングツー。いや、よく決めました、今よく決めましたね、はい。